現在完全にマイクのまではまっています。今回購入したのは、えっと、こちら、ゼンハイザーの PC5 チャットですで。こちらは3種類バージョンがありまして、PC3 チャットというものが、この先端が3 5ミリジャックなんですが、3極のものが2本ついているマイク入力とヘッドホン入力端子になっている。 ヘッドホン出力ですね。端子になっているものです。で、今回購入したこの PC5 チャットはこのように4極端子になっています。以前紹介したものと同様に、まあ、iPhone などに直接結びつけることができます。で、もう一つ PC8 チャットというのもあって、そちらは先端がま USB になっているというふうになります。で、Amazon 限定で後継機種のそれぞれポイント2が付いた PC32 チャット、PT52 チャット、 ETA というチャットも売っているようです。値段が2000円ちょっとなんですが、まあ、本体の作りもま値段相応になっています。で、ゼンハイザーのマイクは、や、イヤホンは高いなという印象があったんですが、非常に安い、コスパの高い商品になっています。で、こちらを購入した理由としましては、え、現在レーザークラーキンを使っているんですが、まあ、マイク入力が小さかったことと、あと結構重たくて、かつ耳が蒸れる。まあ、これは別に、レーザークラーキンが悪いというわけではないんですが、長時間つけていると、やはりどうしても、 密閉性が高い上に耳が漏れるという問題があったので、こちらのノイズキャンセリング付きのマイクと、えー、軽量である。こちらはなんと 77g です。さらに、このヘッドホン端ヘッドホンの部分も、えー、開放型になっているので、まあ漏れにくいということが決めてになってちょっと買っていました。で、このようにこう、アジャスターもかなりこう、値段そうな感じなんですが、まあ、77g という軽量さからすると、 それはもう変え難い利点ですので、まあそのあたりは気にならないかなという気がします。それでは音声をチェックしていきます。現在、ゼンハイザーの PC5 チャットで録音しています。音質はいかがでしょうかこちらは2500円程度のヘッドセット。ゼンハイザーの PC5 チャットで録音しています。音質はいかがでしょうかマイクテスト、マイクテスト。音質はいかがでしょうか現在、ヘッドセットを使って録音しています。レイザークラーケンです。 音質はいかかがでしょうか現在 iPhone8 Plus の内蔵マイクで録音しています。音質はいかがでしょうかマイクテスト、マイクテスト。現在 iPhone8 Plus の内蔵マイクで録音しています。音質はいかがでしょうか現在、z e n h i s e r の PC5 チャットで録音しています。音質はいかがでしょうかこちらは 2500円程度のヘッドセット。ゼンハイザーの PC5 チャットで録音しています。音質はいかがでしょうかマイクテストマイクテスト。音質はいかがでしょうか現在、ヘッドセットを使って録音しています。レーザークラーケンです。音質はいかがでしょうか現在、iPhone8 プラスの内蔵マイクで録音しています。音質はいかがでしょうかマイクテストマイクテスト。現在、iPhone8 プラスの 内蔵マイクで録音しています。音質はいかがでしょうか個人的には、このゼンハイザー PC5 チャットは2500円という価格にしては、とてもクオリティが高いと思います。正直、他に使っているマイクと比べても、遜色ないような出来に個人的には聞こえています。これまで紹介したマイクと同様、PC にも使うことができますので、今度からこのオンライン会議でも十分使える内容かなと思います。 特に特筆すべき点としては、とにかく軽くて付け心地がいいです。頭を挟む力も結構弱くて、まあ、その点ずり落ちないかなという心配はあるんですが、長時間つけても問題なさそうな点はとてもいいと思います。マイクもノイズキャンセリングがついているということで、かなりノイズが少ないのではないかなと思っています。またヘッドホンとしての性能も良くて、音も非常に良くて、さすがその辺はゼンハイザーだなという感じがします。PC5 チャットの弱点を上げるとすれば、 このマイクのアームが上下にしか動かないため、口との距離が一定であるということです。まあ、上下に多少ずらすことで、実質的な距離を稼ぐことはできるんですが、普通に口の前に持ってくると、まあ、感度がいいこともあって、どうしても唾を飲む音や呼吸の音が入ってしまいます。でその点、レーザークラーケンはマイクが自由に動かすことができたので、いい感じの距離にアジャストすることができて、その点の補正は簡単でした。で、この辺りで段帯が違うので、まあ仕方がない部分だと思います。